確かに次のエリア的には無理やけど、なんだあいつ、あいつ何者だ。あ、火薬すっごい、すっごく全回復した。え、何あいつ、中から鍵がかかってる。これは地下に行かなあかんパティーン。なんだなんだあいつ。ちょっとじゃあこの地下水道奥に進んでくれ。え、何これ、この扉から、この壁から不思議な力を感じる。パリピ城にあった印と一緒やな。え、ここも開くん、いずれ。え、そうなったらさ、そうなったら覚えなあかんな、忘れてないわ。リカバーとフロート覚えた。リカバーとフロート、リカバーは確か状態異常どうにかしてくれるやつやなかったっけな。確かそうよな。あ、ヒールも覚えてくれてる、優秀。さすが魔法、魔法だわ、魔法とヒーラーを兼ね備えてくれてる魔女っ子、さすが。てなわけで上まで来たぞ。地下攻略、地下水道は完璧。はい、これでね、こっちとこっちをつなげることができたので、じゃあ奥には誰が待ち受けているのか、早速入ってこう、ゴー。お、この先なんかやばい感じがするぜ、先に進みますか。やっぱそうなるよね。はい、入りまーす。あ、やばい奴らがいる。なんだあいつら、何話してんの。ん、社長さん、ネットオークションで JK の使用済み下着を4545枚購入してコレクションしているなんて趣味がバレちまったらどうなっちまうかな。なにこれ社長さん、どうでもねえやつじゃねえか。もうこれ聞いた時点であのクソソソと魔女っ子は警察に行った方がいいよ。しかも顔ぐらいあるんだ。そんなことをされたらわしの社会的信用はゼロになってしまうんじゃ。さあ、約束の札束の塊じゃ。確かに。ほらよ、こいつが証拠写真の入った USB メモリだ。煮るなり焼くなり追いなり、するなり好きにしな。ああ、そういうことだったんだ。ちょろいもんだぜ。渾身の宙！え、なに渾身の宙？うわ、今のでバレてるよ。うわ、そこにいんの誰だ。あ、バレた。てめえら、さっきのバキどもじゃねえか。悪いが、こいつを見ちまった以上ただでは済まねえぜ。ノーフリーランチが世の情だ。なにこれ、え、なんか見た目違うじゃん。なんかかっこいいおっちゃんだったじゃん。なにこれ、お味噌汁、味噌汁男爵。こんなやつが社長と取引してたの、あのハゲとおっちゃんと。いやいや、おかしいでしょ。で、どう考えてもおかしいでしょ。ねえ、おかしいよ。やべ、出汁を飲んだ。あ、やべ、焼いちゃダメだ、気やさなきゃ。失敗した、多分イマイチだよね。やっぱりそうだ、冷やさなきゃ。アイスで冷やせばどうにでもなる。多分こっちだと効果抜群の気がする。なに、わかめと油揚げを入れた。そうだよね、オッケーオッケーオッケー、そうだそうだ、やっぱそうだ。ひたすらじゃあこれでバシャバシャ進めてこう。いけいけ、やっちまえ、ぶっ飛ばしてしまえ。アタックのディフェンスが上がったってこっちだってな、ガンガンにやってきゃいいんだ。うわー、カニチル攻撃って何それ、聞いてないよ。ご両親どうにかなると私は信じていると。回復しよう、リカバー、温め直し。よし！
なんだこのガキどもは。まさか伝説のサグラダファミリア。よっしゃ、返り討ちにしてやだぜ。怖かった。ごめんね、私のせいで敵に見つかっちゃって。え、気にしないで、友達なんだから助け合うのが当たり前だの、クラッカーだぜ。そんなこと言ってたの。そうだよね、友達だもんね。その辺とはちょっとネタが古すぎるけど、ありがとう、嬉しいな。私もクソソウ君の助けになれるように頑張るよ。かわいいな。どう思ってんだろ、魔女っ子的には。大好きね、クソソウのこと大好きだからね。札束の塊、これ届けに行けばいいのかな。まあ、なんとかなってよかったわ。で、短縮して帰れるわけやからな。いや、まさかの展開だったわ。あんなイケメンが味噌汁だったのかよっていうね。札束渡しに行こうか。あ、なに、なんか急に外出たら止まった。なにこれ、え、なにあいつ、なにあいつ、なんかロボみたいなのがいる。なに、なに。報告します。近頃人間社会の潜伏中の魔物たちが何者かによってちょくちょく叩きのめされているのらしいです。らしいです。ふふふ、我々に立てつく者が現れるとは。至急調査をお願いします。かしこまりました。おな、とんでもねえやつ出てきたじゃん。ふふふ、ついにこの時が来ましたか。さあ始めましょう。対局の因果より運命告げられし宿命の戦いを。なに、あのロボみたいなやつ、変なやつだった。怖っ。なんだなんだ、私たち狙われちゃうのかな。さあ社長さんに札束を渡しに行こう。帰ってきた。別に社長がいなくてもなんとかなるんだな、これが。ああ、よかったよかった、社長が帰ってきたか。じゃあ渡そうか。あの、これ落ちてましたよ。あ、オッケーオッケーオッケー。うおおおお、マジでありがとう、本当にありがとう。今世紀最大の超感謝を捧げます。お礼にこれをどうぞ。グラナダシコイン。じゃあこれ多分港行っても何にも変わりないのかな。あ、いまだに港は何にも変化がないので、じゃああのままさっきの道を進んでいこう。さあ、まだなんか街が見えてきたね。こんなか街じゃなかったわ。ね、なんかとんでもないこと言ってんだけど、このコンビニトイレないから持参してきたんだって。どうやって持ってきたのねえ。いや、あの粉にさ、あのね、こう固めるやつとかなら私知ってるけど、トイレそのまま持ってかる、ん、トイレそのまま持ってくるってどういうことねえ。なんかね、でっかい町と小さい町が見えてるんだけど、あれここって入れないんだっけ。ここ入れんの。あ、入れた。謎の工場。あ、ここもまだ入れないんだ。じゃあ扉の封印がいつか途切れる時あるんだね。今のところ森とパリピ城とあそこにあったね。ん？クソソウ君、感じるわ。この町のどこかに3人目の仲間が。町の中をくまなく探してみよう。あ、ほんまにここに。じゃあ私が昨日夢で見たやつが出てくるのかな。え、なに、なんかもらった。おえ、なんだ、ちゃんと読んでなかった。甘剤販売機と。ここにいるんだな、わかった。じゃあ探していこうか。ライブ8ハイスは2週目以降までずっとクローズしてるらしい。2週目で開くんだな。まぶたの、ちょっとね、変なこと言わないの。寿司屋。うわー、なんかすんごい。寿司屋ナポリってどういうこと。寿司屋さんなのにナポリタン。サーモンはほぼ輸入品だからどこで食べても同じなんだって。そういうこと言わないの。ここの寿司回復アイテムとして使えたらいいのにな。確かに、ま、ここは回らない寿司だけど地球は回ってるよ。ちなみに僕の人生はいつも何、攻守に回ってるよ。あ、そうなんだ。俺はいつもブラックペッパーをたっぷりかけて食べてるよ。ブラックペッパーかけるの。うん、寿司と油の違いって何なの。あ、油じゃねえば寿司だった、読めねえ。足の市場価値いくら。わかんない、おじいちゃんだから高いんじゃないの。いらっしゃい、僕の名前は。まさかの3人目ここで来んの。え、もやしメガとさ、中二じゃないの今回。え、どうしよう。え、新しいやつだ、完全に新しいやつ。名前どうしようかな。
なんかどう考えてもこれ見た目さ、メイドさんやん。男やん。メイド俺しかないだろう。君の名前はメイド俺だ。メイド俺だよ、メイド俺。はい。僕の名前はメイド俺。何から握りますか？あ、なんだ別に。え、マグロピント、君が欲しい。これは君が欲しいよ。僕、そういうのすごくいいと思います。やったー、メイド俺が仲間になった。これ別の選んだらどうなるんだろう。やったー、メイド俺が仲間になったぜ。やっほー、やった。行きましょう。みんな店のことは任せたよ。親方、店のことあっしらに任せ。あ、親方なんだ。君たちなら大丈夫さ。あ、そういえば預言者桑田という方からなかなかに有用なアイテムを預かってますよ。テレポート、あ、これで帰れるんだ。この石を使えば行ったことのある場所にテレポートすることができるみたいです。では行きましょう。よくわからんが仲間になったよ。僕は刺身が食べたいからシャリとネタを分けて食べるんだ。これじゃあ寿司の意味がねえじゃん。刺身買えよ。シャリってシャリシャリしてないのになんでシャリなんだろう。グラニュー糖だったらシャリシャリするのに。それ甘すぎてやばいからな。なんだ、電話かかってきた。え、何、電話だ。おー、3人目の仲間を得たようだな。あ、そっか、3人の仲間がやってくるって言ってたもんね。もやしめがるところね。ちなみに仲間はもう一人いるっぽいよ。ここから南に進んだところにある米ぬかしあたりにいそうだな。じゃ、がんばやで。あー、で、下のことにまた行けと。へー、まさかの中二がいなくなってしまったという。中二、私中二好きだったのに。そっか、でもメイド俺もなかなか個性的なキャラぞ。じゃあ装備とか整えてくっか。メイド俺って何持ってんの？あ、フライパン、コック帽、コック服、まあそのままか。じゃあ持たせとこか。どうしな、証。まあいっか。他は何も別に持てるもんないんやな。あ、ワイシャツとか着れるの？へえ。ワイシャツって確か魔女子が着てたような気がする。おめえ変態なことすんなよ。おめえ変態かよ。他はなんかアクセサリー屋で買えるのあんの？騎士の夢は、あ、坊やの効果が 1.5 倍。へえ、1個ずつ買っとこっか。ありがとう、いいもんもらえた。あ、やった、こうだな。あとは喋り方に言うの。クソそうは普通の腕は、うん、騎士の指輪だな。オッケー。じゃあね、装備どんな感じにしたかっていうと、さっきもちらっとお見せしましたが、こんな感じ。クソそうがミスリル系で、魔女っ子ちゃんがこんな感じで、メイド割れの分は売ってなかったので、メイド割れはそのままっす。ネカフェだ、ネカフェに来た。へえ、ネカフェか。ネカフェにしてはすんごい広いな。ここ入れたりしないの？入れた。ぬかコインとかそろそろありそうな気がするが、ラクタだった系について。左側からこうやって、あ、開けて入れんだ。椅子の匂いを嗅ぎに来たんだ。やだー、やだこの人。なんだよ、スーハンダさん。ここの小山子はフィギュア、フィギュアか。クソそうのフィギュアとかあったりするのかな。また右側に人おる。この人は、はあ、はあ、やだー、やだー。この土地って昔は迷路みたいな基地だったらしいね。どこだったかな。あのね、2でのさ話かな。めっちゃ迷子になる場所あったよね。アホ踊りの、アホ踊りの方を取り返した、やったぜ。あとは行ってないところ、ここは、お、ダイニングバー、卵白、卵かけご飯に鰹節をこれでもかとぶちまけてごま油をちょいと垂らすと、あー美味しそう、食べてみたいな。 RPG の酒場ってのはな、有用な情報を入手するためにあるわけでな。くだらんセリフばっかりで申し訳が当たらないぜ。大丈夫？めっちゃヒックヒックしてるよ、大丈夫かい？ナースの好きなつまみは焼きナース。なんちゃ、ねえ、ちょっと寒いよ。寿司屋ナポリにはもう行った。マグロにぎり100貫食いて、いやーね。あら、お兄ちゃんとちょっと一杯どう？と思ったらお連れがいらっしゃりがちなのね。そうなんです。超小石、超小石ってとこなんだ。へえ、モブのセリフにぶち込む魂、高まるバイブス、ラッキーチップス、感じのこれがクソゲースタイル。はい、うまい具合で私はラップを再現できませんでした。残念だな。世の中には2種類の人間がいます。人参が好きな人、そうでない人です。ちなみに私はパスタが大好きです。私はちなみにね、ブロッコリーが一番好きかな。
ブロッコリーが大好き。ラーメン屋だ。またラーメン屋やば。胡椒と間違えてシナモン入れちゃったけどいい香りだし、まあいいや。美味しいのかな。美味しくて何度でも食べたいのね。でも僕がもっとだいぶ食べたいのはそこのお嬢さん、君だよ。おまわりさん、こちらです。とんでもねえやつだな。らっしゃいらっしゃい。ああ、ラーメン買えんの。おー、すげえ、一気に回復する。ドール気になるんだけど、このラーメン魚の香ばしい 香りが広がって、まるでイベントに関係しそうな味わいだわ。そうなの？てかこのドールさ、こんなラーメンのギタギタな場所に置いてたらさ、油だらけになっちゃいそう。ジュルジュル、やだやだやだ、なんかやだ。確かにうまいけど HP の回復量的にはそこまででもないわね。え、1500でめちゃくちゃくっちゃしてるよ。くちゃらか、くちゃらか。スープに浸した海苔をビニール袋に入れて持ち帰るんだ。いつも夕飯のおかずにするのさ。性的によろしくない気がしますけど。チーズフォカッチャ。チーズフォカッチャ美味しいよね。私もたまに頼むな、こうナンとか食べるときにね。お邪魔しました。なんでわー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 言ってたけど、このね、俺じゃね、メイド俺か。メイド俺がどういうあれ、あ、砂漠エリアあった。前も砂漠エリアはありました。今回もやしめのが最後に仲間になるのか、3番目だったんだけどな。さ、どんなお寿司、マグロ、エビ、敵単体に回転攻撃、敵単体に氷属性、え、マグロとかやってみたいんだけど気になる。寿司の力を思い知るがいい。あー、すごい、なんか召喚獣召喚してるみたい。面白。お、ハンバーガー男強。やるやん、なかなか。寿司の力を思い知るがいい。そっか、フライパン持ってるんだもんね、この人ね。すごい。てか今回魔女っ子暴れてんな。一人だけ攻撃力おかしくない？気のせい？あった、ここあったね、オアシスね。オアシスは自然保護区だから、入るには許可証が必要だから、許可証を見せてください。わかりました。え、賄賂持たせてやろう。それはいけない。なんだよ。あのね、クソゲー1の時にここにね、もやしメガが新しく覚えるヒントになる場所があったんですよね。ここね、全然わかんなかった。1のさ、ぬか漬けパリピマン戦すんごい大変だったよ。ピラミッドは今回ないの？あー、あ、ここにもある。多分後半戦で開くんだろうね。もう忘れちゃったよ、どこにあったか。ここ入れんの？パリピ博物館。へー、はい。ここには太古の昔ピラミッドがあったんだけど、たった数十年で崩壊しちゃったんだって。数十年で壊れたの？建築の際、鉄筋コンクリートとかが抜けてたらしいよ。わ、そうなの。パワーゾーン、パリピ神話に登場した宿屋の天敵。神話に登場するタルデを主にアイテム的な面で幾度となく勇者たちを助けたんだって。あの、今回も助けられてますけどね、タル。外壁の一部分だけなんか模様が違うのはなんでだろうね。まさか扉じゃあるまいし。後半戦になったら開きそうだけどな。古文書になんか書いてあるけど、今は必要なさそう、なんとなく。あー、懐かしい。出てきた過去作に。パリピシーモはある時期を境にパッタリと記録がなくなっているんです。不思議ですね。いたなー、召喚獣で。おったおった、大魔王ね。あ、いたいた、パリピ神話に登場する魔王の模型だ。いた。で、こいつ召喚獣だよね。パリピ神話に登場する大天使ね。パリピ神話に登場する召喚獣の模型だ。こんにゃくもおったおった、懐かしい。いいね、こうやって1と2のね、過去作出してくれんのすごい嬉しい。じゃあこのまま下向かっていこうか。あ、でーん、あったね、砂漠の街ね。あったあった、ここは砂漠市だよ。ひねりがなさすぎて笑えてくるし。まあ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 、さあどうだ。あ、なにこれ、なんて読むの。水色のフライパン、なんて読むのかわかんないけど、フライパンでやった。風雷のカバンだって。風雷のカバン、なにそれ。てかさっきんとこで買うべきじゃなかった、これ失敗した。まあいっか、今回はじゃあメイド俺のために新調してみましたよ。ほい。ここはあとアクセサリー屋さんなんかないの？うわー、たっきー、煮干しイヤリング、ありがたいお守り。なるほどね、武器焼け。
ん防具屋兼道具屋でをまとめたのは分けるのがめんどかったな。さあ道具屋さんなんかあったかな。まあいつも通りですな。これ武器新調しないとまずいかな。井戸の中に入るなんてバカな真似はよし。あ、これも一緒やな、前のネタと一緒や。砂漠は暑いけどよ、俺のこらもっと暑くなるよ。え、感じが逆。まあ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 、まあ、ケーキおいしいとかやだ、私も食べたい。そのケーキちょうだい。私はこのホタルの、ホタルって言った、ホタルのホテルのオーナーですか。そうですか。あ、いた。これ勝手に止まったら怒られる感じなんかな。うん、やめとこう、怒られそう。奥は、まあ、ここに立ち入る時点でもう怒られるはずなんですけどね。優しいわ、みんな心が広い。サタル助けてくれ。チーズボカッチャー、Thank you。 はい、チップどうぞ。ありがとう。でもね、通行許可書が欲しい。グッバイで、都会からグッバイね。てか、ぬかコインが未だに手に入んないんだけど、ぬかコインってどこで手に入るんだろう。そろそろね、船とか手に入れたいところではありますが。あ、また酒場屋。情報をもらうにはやっぱ酒場屋からだ。島根県、島根県パリピ博物館にはもう行った。古代の代物がいろいろと展示されてるらしいぜよ。やっぱ火薬技を使う敵は厄介。まあそうだね、私もそうしてるな。君はパリピ博物館は崩壊して廃墟となった。ピラミッドの素材を活用して建てられたらしいよ。ピラミッドの攻略もね、すんごい大変だったんだよ。パリピ城で買ったまんじゅう、まんじゅうだしが効いてて美味しかったわね。グラナダ市のコンビニで買ったアボカド、濃厚でまさに森のバターというような味わいだったわ。そんな美味しいんだ。チョークエッジのラーメン屋で食べた魚粉ラーメン、ラーメンの味がして美味しかったです。ラーメンだからな、ラーメンだからな。またピアノ弾いてくれんの。お、来た。任せて、ピアノは得意なの。落ち着きますね。ここから船で東に行くと変な島があるよ。他にも無人島がちらほらあるらしいね。今回もいろいろ隠されてそうですな。ビールより水の方が高いぜ。あ、そうなん。水タダで出してくんねえの。この海域には幽霊船が出るって噂があるぜ。なんでも昔滅びた教団の怨念がさまよってるとか。こわー。南の湖面の歌詞に行くにはフェリーに乗らないといけないんだけど、今ストライキ中。フェリーストライキ起こしてんの。この国随分と交通網が脆い。貧弱貧弱。まるで RPG の主人公が順番に進んでいけるように設計されてるみたい。まあ行けるところ確かに限られてますからな。はい、お邪魔しました。さあ、何くれんの。アイオライト、アイオライト。君は、私は何も見てない。私は何も見てない。ここは俺、こう見えても何でも食べたがりのお年頃なんだ。あ、その消しゴムの煮っころがし、お世辞にも美味しそうには見えないけどうまそうじゃん。それまずくない、大丈夫。あ、発酵バター煮伸ばし、早速食べてみるっち。え、おえってならないなってんじゃんかよ。下、左、右、クロスピー。え、なにこれ。下、斜め、横。ええ、やってみよう。あ、できない。何かで多分使うんだろうけどな。え、あーった画面の前のそこのあなた。あー、これ前もねえ、そう前もさ、これ止められてさ、その時私ホラーゲーム始まるかと思ってほんとびっくりしたんだよ、この時。何？そうそう、プレイヤーの君。あ、私？あ、また呼びかけてくれたの？あなたの名前をぶち込んでもらってもいいかい？ニックネームでも何でも OK っしゅ。SNS に上げても大丈夫な名前でお出しちゃーす。あ、私の名前ですね。いいですよ。笑顔と元気をお得にお届け。私の名前は、ただのレイでーす。ポチ。ポチ。ただのレイです。何？それからあなたがかっこいいと思う言葉をぶち込んでもらっていいかい？え、かっこいいと思う？かっこいいと思う？なんだろう？いや、かっこいいと言ったらこれでしょう。まず、お前から血祭りにあげてやる。まず、お前から血祭りにあげてやるでいいかい？なんか私で血祭りにあげるみたいやわ。ありがとね、それじゃあ。え、今回どこで使用されるんだろう、気になるわ。あ、占いよ。拙者はしがない占い師でざます。
おお、歩数が知りたい。うお、7715歩。逃走回数はまだ。あ、逃げたんだ。私何で逃げたんだろう。記憶がねえわ。まあ、どっかで逃げたみたいっすわ。もうさ、急に止められるとビビるよな。あ、砂漠シコインだって。やったぜ。砂漠シコイン。こういうね、画面の端まで探したくなっちゃうのがね、RPG やってるとあるんですよね。昔のとかやってるとね。ここは特にないと。あれ、おじいちゃんおるな。おじいちゃんさ、ねえ、許可証くんない？ええもんあるね。許可証ない？ないんだよ、ないのかよ。じゃあ、特にねえから、このまま進めっか。熱中症には気をつけろよ。あ、そういう状態以上はないけどね。ないんかい。なんかいろいろあるとか言ったけど。いや、俺は船乗りだ。そのよっしゃ、あんたら船に乗りたいようだな。はい、米ぬかしに行きたいのですが、フェリーがストライキ中みたいで。らしいね。それならこの船をレンタルしてやってもいいぜ。あ、本当ですか。あ、だけど俺今無性に腹が減ってんだ。腹が減っては何もできねえ。 You can do anything on an empty stomach。 stomach ってやつだ、英語だからさ。今から飲める3つの食い物を持ってきてくれたら、オベリーを貸してやってもいいぜ。じゃあ飲めるぜ。耳をボーリングマシンでかっぽじってよーく聞くんだぜ。かっぽじったら血がブシャーってなりそうやけどな。ん？魚粉ラーメン、まんじまんじゅう、アボカド、この3つを持ってきて。あ、なんかアボカドの話とかあったな。あ、優しい、教えてくれとる。オッケー。じゃあぶっちゃけ言ったあとアボカドだけやね、集めんのね。てかさ、全部持ってんだけど私。わざわざ買った意味なんやけど。ねえ、全部持ってる。うっひょー、ありがたい。早速無償まで着くぜ。いや、全部は全部持ってたわ。ペロペロペロ。きたねえ、楽ちゃらかよ。いや、うまかったぜ。約束通り船は持って行っていいぜ。ありがとうございます。じゃあお借りしますね。ありがとうございます。頭よ、もう乗って、もう乗ってくかい。いやー、ダメだ、最近ね、言葉が詰まっちゃってね。待て、準備を念入りにしてこうぜ。絶対何か起こるやつや。前回は何やったっけ、マグロとか巨大マグロとかおったな。つうわけでレベル上げしてきたよ。出発進行や。はい、お願いします。おうよ、くれぐれも沈没させないでくれよ。くれぐれもだぜ。それフラグ。運転なら僕に任せてください。こう見えても遠洋漁業とか得意なので。寿司屋を営んでるぐらいやもんな。うっしゃー、いってら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 。いや、これ絶対落とす気しかせえへんねんけどな。これさ、マグロとビントロにしたらどうなるんだろう。マグロって言ったらどうなんだろう。お待たせしました、マグロです。こいつはうめえ。私マグロなの。俺の名前は俺、メイド俺。あ、これでまた選べるんだ、ビンドロ。こいつはうめえ、ビンビンだぜ。あ、これずっと選択する感じ。あ、なるほど、君が欲しいって言わない限りずっとこういう風になるんだ。あれ、これ気づかなかった。あ、こんなんあったんよ。なにこれ、マザイ？あ、スルーオブスルーしてたな。なんやここ。意識が高いカフェ。あ、そんなとこあったんや。カフェ？美味しいマザイ自販機の見分け方に関する記事を1万件投稿し、生計も立てているんだ。すげえな、この人。へえ、すごでっか。ここチーズケーキのお家なん。セルフロブスカフェ。ぶち込まれラテ。これ、魔導の力が込められたスコーンなの。やば、めっちゃ回復するやん。こんなとこあったんや。お小遣いほっち。なんだよ。君のような欲のない人間はまさしく僕のお小遣いを受け取るにふさわしい人間だよ。1G だけじゃねえかよ。いや、まあありがたいですけどね。お、アルティメットチーズケーキだって。やった、いいの、ありがとう。ま、食べかけなんだろうけどね。何これ、ギツリ 50% で元本保証。え、分からんねんけど。はい、え、じゃあさっきもらった 1G 分だけ投資しようか。はい、
へへ、ありがとな。あ、ちゃんと分配とかされるんだ。期待しとこう。RPG 制作ツールでフリー RPG 作ってるの。データベースの入力が大変なの。ぬかぴっぴの心の声がすごい伝わってくるんやけど。最後までいつもご視聴くださりありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価ボタン、コメント